はい、皆さんこんにちは、まさやんです。さあ、今日は2の識別丸2ということで、前回の続きの動画です。なので、前回の動画見てない人はぜひ先にそっち見てから見てもらえるとありがたいかなと思います。前回はさ、連用形にくっついてる2、完了の助動詞だったよね。体現にくっついてる2、格助詞か断定っていうふうに説明したと思います。で、今日はその続きです。見ていきましょう。最初は連体形にくっついている2、こっから見ていきましょう。連体形にくっついている2の場合、3つの可能性があります。断定か、格助詞か、接続助詞、このどれかです。で、断定に関してはさ、まあ前と一緒だよ。何々であるで訳せるか。そしていろんな注意点があったけども、それも前回と同様です。例えば、断定の2ってさ、もともと「なり」だよね。「なり」っていう助動詞は「にあり」が「にあり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 なりなり」になったんだよね。ということはさ、本文中断定の2が出てくるときはセットで「あり」があるよねって話をしたじゃん。で、それを一緒にセットで何々であるって訳せるかどうかいろいろと見分けてねみたいな話をしました。そういうのが前回の注意点です。もし忘れちゃった人とか、あんまりまだよく分かってないんだけどっていう人は、そっちもしっかり見といてね。さあ、格助詞の2、これはまあ前回は2って訳せれば格助詞だよって言ったんだけど、連体形にくっついた2の場合ちょっとやり方変わります。どうやるかっていうとね、2の直前に、ことなどの体現が補えるかどうか。こうやって見分けてみてください。そして D、接続助詞。これは新しいね。接続助詞の2に関しては、まあね、消去法でいこうか。あ、これ連体形にくっついてる2だけど、断定じゃないなぁと。で、格助詞、あ、でも格助詞でもないなぁってなったら、接続助詞。なんかそういう見分け方でいいと思います。でね、2の識別に関しては、前回の A の完了の助動詞、これを含めて ABCD、この4つを覚えてくれれば、まあとりあえず8割9割は OK。 残り E と F、その他っていうところなんだけど、これはね、まあ引っかからないでねっていう問題かな。じゃあどんなのか見ていくよ。まず E は形容動詞のなり活用の活用語尾です。これ、形容動詞のさ、なり活用ってどういうふうに活用するんだっけ？未然形からどうぞ。なら、なりにって活用するよね。で、そこで連用形のところににが出てくるじゃん。そう、これがね、見分けられるかなっていうのがポイントです。ただ、形容動詞の場合って物事の性質なんかをさ言ってるわけなので、とてもをつけて訳せるよっていう特徴があります。そう、だからとてもをつけて訳せたら、それは形容動詞だよっていうふうに判断しましょう。 F、 ラストは副詞の一部。まあ、ただこれはね、単語知らないと分かんないと思うんだけど、例えばこんなの「いかに」とか「すでに」。いかにとかすでにが本文中にあって、その2だけに線が引いてあるんだよ。意地悪だね。で、この2は何ですかとか聞かれるんだけど、でも2に線引かれるとね、みんな結構迷うんだよ。イカって名詞かな。名詞にくっつ、体現にくっついてるなと。イカである。いや、なんだとかってなっちゃうので、いかに、すでに、こういう時の2に惑わされないようにしましょう。ただね、これに関しては、今までみたいにこういうふうに見分けてねっていうのがあまりありません。なので、もうみんな頑張って、語彙力を増やして慣れていきましょう。いかにって言葉を知ってるよとか、すでにって言葉知ってればさ、そこに線引かれたって惑わされないじゃん。そういうことです。語彙力をしっかり増やしてもらって、で、惑わされないようにしてください。はい、ということで2の識別丸2、ここで終了です。次のページはやってみようの問題用意しておいたので、ぜひ問題も解いてみてください。
はい、ではやってみようの問題です。次の傍線文2を説明してみようということで、1から5、まあ、3番に関してはちょっと ABC って3つ問題があるんだけど、ぜひやってみてください。どうぞ。はい、では答え合わせいきましょう。1、心というものの亡きにやあらん、この2です。で、まあまあ一応ね、これはやっぱ接続を考えていきたいので直前を見てみましょう。そうすると、なきっていう連体形があります。これはさ、なしっていう形容詞の連体形だよね。くくしきだよね。で、この2なんだけど、パーってちょっと目をね、目線を広げてもらうと、全体を見てもらうと、ここにありがいて、であるで結んでみましょう。訳せるかな？心というものがないのであろうか。うわ、いけるじゃん。であるって訳しておかしくないね。ということで、今回の2は、断定の助動詞になります。2、月見るにこその2。まずは直前、見る。連体形です。魔行上一段活用、見るの連体形。で、目線をぐーって広げてもらうんだけど、下にありがいないよね。ということは、ここにことを入れてみようっていう考え方に変更です。月を見ることこそ、心が慰められるものである。おお、OK だね。はい、ということで OK だったので、今回は格助詞になります。3番、涙落つとも覚えぬに、枕浮くばかりになりにけり。この2、まあ3つあるけども、まず A からいきましょう。直前にあるのがぬっていう連体形です。これは打ち消しの助動詞図の連体形だよね。そうすると、じゃあこれは断定かなと思って目線を広げるけれども、ありがいない。じゃあこと入れてみようと。涙が落ちるとも思わないことに、枕が浮くほどになってしまった、おかしい、ということで消去法で A は接続助詞になります。次、浮くばかりにの2。直前にあるのが、ばかりっていう体言。体言にくっついてる2は前回やったやつだよね。体言にくっついている2、断定か格助詞です。断定の場合はありがあってである、あ、ないなぁと。じゃあ格助詞かなっていう判断いってみるよ。そうすると、枕が浮くほどにって言って、ここをさ、にで訳してもおかしくないねということになるので、今回の B は格助詞になります。 C、 なりにけりのに。直前にあるのがなりっていう連用形です。あ、連用形にくっついてるにはね、もう一発完了だよね。で、もちろんその場でパッて完了でもいいんだけど、あとはこの形、にきにけりにたりの形が多いって話もしたよね。あ、だからやっぱりその面から考えても、今回は完了の助動詞で OK というふうになります。4、5、さあこれはどうだったでしょうか。今静かにね、これはここにとても入れようよ。とても静かにって言っておかしくないよね。ということで、これは引っかかっちゃいけない形容動詞の活用語尾。そして5番は、下に意図哀れなりね、下に語彙力勝負になってくるね。まあ例えば、じゃあもしあそこに単独でさ、線引いて下って何って聞かれたら難しいよね。下って何、下わかんないってなっちゃうじゃん。なので、そこで区切ったらおかしいっていう判断をしてもらって、これはゲニで一つ、本当にっていう副詞の一部になります。
さあ、いかがだったでしょうか。今回、のの識別、のじゃないや、にの識別、ここまで来て間違えましたね。にの識別第2回終わりました。結構ね、覚えることあると思うんだけど、まあ、前回の丸1も含め、しっかりと頭に入れてもらって、テストなんかで出てきた時にね、自分で見分けられるように練習してみてください。それでは、お疲れ様でした。今回ちょっと長かったね。ゆっくり休んでください。では、またお会いしましょう。さようなら。